闇の仕事人、影。超大国であるアメリカが、強大な軍事力を背景に、皇帝ガルダが君臨する、独裁国家を築き上げ、世界を支配せんとする中、二人の影がアメリカへと忍び込んだ、という近未来を舞台にした、アクションゲームです。スーパーリアリズムアクションと、銘打っており、リアルに動く二人の忍者、ハヤテとカエデのいずれかを、操作して、様々な忍具や忍術を、駆使してステージを進んでいきます。ライフ制となっているため、それなりに難易度が抑えられている上に、行動の幅が広いため、かなり遊びやすいゲームとなっています。余談ですが、本作の続編はゲームボーイにて、夏目ではなくテクモから発売され、同社の人気シリーズ、忍者龍剣伝の一つとなっています。設定としては忍者龍剣伝1作目の、前日談という展開となっています。ワールド、リアルタイムで展開する、ダンジョンマスターをリスペクトした、ダンジョン&マジックや、麻雀と RPG を融合した、ドラドラドラといった、一味も二味も、妙な味付けをした、独特なロールプレイングゲームの多い、夏目としては、驚くほどにスタンダードな、ロールプレイングゲームとなっています。7つの職業で4人パーティを組み、武器や魔法を揃えて、魔王を倒しに行くという、王道すぎる本作ですが、さすがは夏目というべきか、一点のみ、通常のロールプレイングゲームと、異なる点があります。それは戦闘が全部オートということです。しかしこのオート戦闘が、なんとも心地よいという、不思議なゲームでもあります。最近のスマホのゲームの、オート、放置を先取りしたようなゲームですね。東方見聞録。中世ヨーロッパの貿易商、マルコ・ポーロが極東に渡り、長い年月を過ごした経験をまとめた、東方見聞録。世界最大の帝国、元に仕えたマルコが伝える、モンゴル、中国、そして日本といった、アジアの国々の、虚実の入り混じった紹介は、ヨーロッパの人々を冒険へと、駆り立てました。特に本書で紹介された、黄金の国、ジパング、については現在の日本の英語名、ジャパンの語源にもなっており、現代の日本のステレオタイプすら決定つけた、非常に重要な書物と言えます。さて、そんな東方見聞録を元ネタにした、ファミコンの本作は、現代の大学生、東方見聞録となって、タイムマシンで1275年に降り立ち、マルコと共にシルクロードを旅する、というどこから突っ込んでよいのか、わからない作品です。数々の時事ネタ、シュールネタは、本作がニューウェーブ、サイケデリック、アドベンチャー、と銘打っていることからもわかる通り、半ばわかってやっているもののようです。アバドックス、地獄のインナーウォーズ。インナーウォーズと、聞き慣れない名前ですが、本作は異形の生命体の、体内を舞台にしているということで、インナーウォーズなのでしょうか。本
本作はグロテスクな生命体の体内を敵を倒しながら進んでいくシューティングゲームとなります。ファミコンのドット絵で生々しく描かれたグラフィックデザインはデビルマンで知られるあの長井豪先生ですが、この生命体の内部を動くという点やステージによってサイドビューシューティングとトップビューシューティングが入れ替わるのはどう見てもコナミのサラマンダ。一応トップビューの際は下から上ではなく上から下に移動するとやや特徴は出しているものの、基本的には似たゲームと言えてしまいますね。もう少し特徴があれば人気が出たかもしれませんね。ファイナルミッション。近未来の地球を舞台に、侵略にやってきた宇宙生命体と戦う、宇宙戦士セルゲイと、フレデリックとなって、奮闘するというストーリーの、横スクロールシューティングゲームです。セルゲイがムッキムキのお兄さんで、ほぼ生身で宇宙人の操る、巨大ロボットなどを、重火器で痛快に吹っ飛ばすのは、コントラを彷彿とさせますが、これは当時流行った映画の、乱暴やコマンドーの影響でしょう。システム的にはコントラよりも、ロストワールドが近い気がします。様々な武器を拾って、自身をパワーアップさせて、前後ステージを駆け抜けましょう。ちなみに同ジャンルのファミコンとしては、貴重な二人同時プレイが、可能なゲームとなっており、2プレイヤーは、フレデリックとなって、戦うことが可能となっています。タイトルでピンとくるでしょうが、本作は麻雀を題材としたゲームとなっています。同ジャンルでは珍しくストーリーが実装されており、麻雀を打ちながらアドベンチャーゲームをプレイしているような形となっています。タイトルの通りデフォルトがトンプー戦となっており、さらに二人打ちということもあってやや厳しい展開になりがちです。サクサクと進められるというメリットこそあるのですが、そこでオプションにて試合を全部盗難戦にすることも可能です。昨今の脱衣麻雀などのようにアイテムなどもなく非常に真っ当な麻雀ゲームですが、唯一主人公が気の力を貯めて積もり率を上げる能力を持っています。この能力のせいもあってトンプーよりはハンチャンの方が有利なタイトルに反したゲームとなってしまっています。ダンジョン&マジック、アメリカのロールプレイングゲームの黎明期の代表作の一つ、ダンジョンマスター。リアルタイムで時間の流れるダンジョンで、様々なキャラクターを育てながら、食料や水といったリソースを管理しつつ、進めるこの作品は、ウィザードリーやウルティマとは、また違ったタイプの作品として、後に多くのフォロワーを生み出しました。本作もそんなフォロワーの一つです。さすがにファミコンという、スペックが限られた中だけに、システムはかなり簡略化されているものの、この時代にリアルタイムで冒険をする、ロールプレイングゲームを作り上げたのは、素晴らしいことではないでしょうか。パーティー制度や MT 管理など、当時の RPG ですでに一般的だった要素すら、オミットしてリアルタイムにこだわった、
名作と言えるでしょう。叶えるまでそれは続ける。